ジャイアントババ、ババ昌平、1938年1月23日から1999年1月31日は、日本のプロレスラーテレビタレント、元プロ野球選手。日本プロレス界史上最大の巨体を持ち、力道山、アントニオ猪木、タイガーマスクと並んで、日本のプロレスそのものを代表する存在である。コマーシャルや、テレビ番組などでも、 人気を博した。現役時代は、当時の世界最高峰の王座である NWA、世界ヘビー級王座に3度ついた。全日本プロレスリング代表取締役社長、会長、NWA 第一副会長を歴任した。参上氏名誉市民。リングネームは、初トベーム社修行中の1961年、ニューヨークのプロモーターであったビンスマクマホンシニアが、 ババザジャイアントと命名したことに由来する。新聞のラテランでは、文字数の制約から、ジー・ババと表記されることもある。身長209センチメートル、体重135キログラム、血液型大型。幼少のババとその家族1938年1月23日、新潟県三条市四日町に青屋を営む父。 ババカズを母、ミツの間に次男として生まれる。四日町国民学校に入学後、野球を始める。入学までは、体格は小さい方で、入学時の集合写真でも一番小さい児童のグループに収まっていたが、3年生頃から急速に大きくなり始め、4.5年生の頃にはすでに身長が175センチメートルほどあり、地元の少年野球団、 若あゆクラブではエースを務めた。三条市立第一中学校時代には中越地区大会で優勝している。1953年三条実業高校機械科入学後身長はさらに伸び1 9 0トルにもなっていた。この頃は足も尋常でない大きさになり自分に合うスパイクがないという理由で当初は公式野球部入部を断念し、 一旦、美術部に入部した。その後、特注のスパイクを与えられることとなり、念願の公式野球部に入部。エースとしての活躍は目覚ましく練習試合ながらも18、脱三振を記録するなどし、1954年、高校2年の時には、新潟日報で、巨漢バン場バ投手を要する三条実業高校と、報じられ、優勝候補の一角と目される存在になっていたが、 予選で会えなく敗退し甲子園出場は叶わなかった。この頃、バッテリーを組んでいた保守の誘いで、プロ野球球団、トンボユニオンズの入団テストを受ける話が進んでいたが、読売ジャイアンツのスカウト、皆川栄治に誘われ、高校を2年次で中退し、10月13日巨人に投手として入団する。背番号は59。同期入団に、 巨人の V 級時代を支えた主力選手となる森正明、国松明などがいた。馬場自身は新潟県第1号のプロ野球選手と誤認していた。監督、水原茂の若手は2軍でスタートし基礎づくりという方針のため2軍での基礎練習を行っていたが2年目となる1956年には2軍で12勝1敗。 翌1957年に13勝2敗の成績を収め、2年連続2軍の最優秀、投手賞を受賞した。1957年10月23日、中日戦でようやく1軍で、初先発の舞台を踏む。中日のエースだった、杉下茂との投げ合いとなり、5回まで無失点で、抑えるものの敗戦する。同試合は、 杉下の200勝達成試合になった。この試合の直後、視力の急激な低下に見舞われる。診察の結果、脳腫瘍と判断され、同年12月23日に、東京大学医学部付属病院で、回答手術を受けた。当時の技術では、成功率が非常に低く、医師から失明する可能性が高いので、目が見えているうちにマッサージ師の勉強をしておきなさいと。 進められたほどだったが、手術は無事成功。一週間で退院し、翌月には頭に包帯を巻いたままキャンプに復帰した。スーパースターとなる、長島茂雄が入団した1958年には、目立った活躍は見せなかったが、長島と双壁をなすスーパースターとなる、大貞春が入団した翌1959年には三度目と、 なる二軍の最優秀投手賞を受賞した。しかし、馬場を評価し後ろ盾となっていた、藤本秀夫投手コーチが対談したこともあり、同年オフに巨人を自由契約となった。このため、馬場が ON とともに巨人に在籍した期間は、極めて短かった。巨人には5シーズン在籍し、一軍当番は1957年の3試合のみ、うち1試合が先発。 通算成績0勝1敗防御率 1.2EQ。1960年1月、巨人から太陽ホエールズに移籍した谷口五郎コーチの誘いで、太陽の明石キャンプにテスト生として参加し、採用内定を受けていた。川崎市に転居するなど、移籍準備を進めていたが、宿舎の風呂場で転倒、身体ごとガラス戸に突っ込み、 左肘に17針を縫う外傷を受傷し、一時期、左手の第3子を呼び、第4子の関節が進展できない状態が持続したため、プロ野球選手継続を断念した。なおこの症状は後に、自然治癒している。年度別投手成績背番号スポーツを続けたいという、一心で、野球選手の継続を断念した後も、自宅アパートの近くにあった。 ボクシングジム、富士健闘ジムでトレーニングを行っていた。1960年3月、巨人時代に面識があった力道山に会いに日本、プロレスセンターを訪ねるが、力道山は、ブラジル遠征中のために不在であり、この際に、ババと同じく元野球選手の経歴を持つ竹下、民生から、プロレス入りを進められる。翌4月11日、 ブラジル遠征をスカウトしているから帰国した力道山に日本プロレスへの入門を直訴。力道山からヒンズースクワット100回を命じられるが難なくこなし、その場で入門が決まる。この時、通常練習生には支給されない給料を巨人時代と同額の月給5万円と即決されたが、翌月から試合をしていないのに多すぎると3万円に減額される。 修行時代に入門が一年先輩の大木金太郎や同期のチョキと三人でヒンズースクワットを行った時は床に垂れた汗で水たまりができたという伝説も残っている。1960年9月30日、台東体育館にいて田中米太郎とのシングル戦でデビューし、また先でギブアップ勝ち。なお、同日にチョキもデビュー戦を行っているが、猪木は 大木金太郎に、頭突きの連打を喰らい、フォール負けしている。デビュー直後は、カオルの里が苦手であり、同年は18勝7敗を記録しているが、そのうち5敗は、カオルの里からである。1961年には、ワールドリーグで、力道山と優勝を争ったミスター X ら、強豪外国人レスラーレントの試合が組まれ、いずれも勝利することはできなかったものの、 試合内容を評価した力道山により渡米しての武者修行を命ぜられ、同年7月、カオルの里、マンモス鈴木らとアメリカに渡る。短期間でメジャーのテリトリーにおけるメインエベンターに成長し、数々のタイトルに挑戦した。アメリカ時代のリングネームは、ロサンゼルスではショ、翔平ビッグババ、ニューヨークでは、ババザジャイアント。 とある試合で戦ったアートトーマスのマネージャー、フレッド・アトキンスを、グレート・トーゴが、ババの元に引き抜き、アメリカでの師匠とした。ババは、アトキンスの元で多くを学ぶことになった。1962年6月、シカゴにおいて、NWA 世界ヘビー級王者だったバディ・ロジャースに、勝利し、一旦、NWA 世界ヘビー級のベルトを腰に巻き、 その後の連戦で防衛を果たすも、第4戦目で観客がリングに乱入する騒ぎが起こり、その日の試合すべてがコミッショナー預かりになり、また、第5戦目の試合前の控え室で、ビル・ミラーとカール・ゴッチがバビロジャースを吸収して外傷を負わせたため、第5戦目は行われず、結局、この時は正式に NWA 世界ヘビー級王者として記録されなかった。 1963年2月には、ロサンゼルスにて、ホア世界ヘビー級王者だった、ザ・デストロイヤーとタイトルマッチを行い、デストロイヤーに勝利したものの、反則勝ちであったため、規定によりタイトルは移動しなかった。この遠征時代に、ババは、飲み屋のジュークボックスに唯一入っていた、日本の楽曲だった、坂本 Q の、すき焼きを流していたという。 後年、全日本プロレスの試合会場で、全試合終了後に同局が流されるようになったのは、これに由来する。第5回ワールドリーグ戦出場の、外人レスラー将兵の交渉を主目的に、渡米していた力道山とともに、1963年3月に、外戦帰国。この際、新聞社が、アメリカ時代のリングネームだったババザジャイアントをもとに、 ジャイアントババと書くようになり、この名前が定着する。ババは、それまでの日本人レスラーには見られなかったスケールの大きいアメリカンプロレスのスタイルで、キラーコアルスキーやパッドオコーナーなど、当時の超一流外国人レスラーと名勝負を演じ、また、師匠力道山との指定タッグ等で活躍して、初めて正式出場した、ワールドリーグ戦でも好成績を残すなど、 初飛米武者修行の成果を、ファン、マスコミに強烈にアピールし、人気を博した。同年10月に再び、アメリカに遠征。同年12月に、力道山が死去し、遠征中のアメリカから帰国する。帰国の際に、グレート統合から、力道山死後のヒープロは、先行きが怪しい、高額の年俸を保証するので、アメリカに定住するようにと勧められたが、 金銭の問題ではないからと断り帰国している。アメリカでの生活で売れっ子だったレスラーが怪我をして、試合ができなくなり、何の保証もないまま生活区へ陥る姿も見て、いるので、いくら高額の年俸を稼いでも、同じようになった時のことを考えて断ったという、理由もあった。1964年には、アメリカで、NWA WW、WWF、 ホアの当時の三大世界タイトルに連続挑戦した。これは、世界の強豪レスラーの誰しも果たせなかった破天荒な、大金字刀的偉業であり、ババの世界的名声の基盤を形成した。同年4月に外戦帰国し、翌月には、豊登りとのタッグで、第11代アジアタッグ王座を獲得。力道山亡き後のヒプロを、豊登り、ババの二枚看板で支えることになった。 1965年11月には、ディック・ザ・ブルーザーに反則勝ちし、力道山以来、エースの象徴とされた、インターナショナルヘビー級王座を獲得した。ベルトそのものは、ババの王者体幹を機に新調され、力道山が所有していたベルトは、後の全日本プロレス旗上げ時に、ババに寄贈されるまで、力道山家により保管された。ブルーザー相手に、 一から一のドローながら初防衛も果たし、名実ともに非プロのエースとなる。同年12月、豊のりがホーマン経営の責任を取りヒプロの社長を辞任し、日本プロレスから去った。1966年2月、ルーテイズ戦で、ニフォールによる勝利で、インターヘビー級王座を防衛し、ババの実力は、さらに高く評価された。また、同年11月5日には、 吉村同盟とのコンビで、フリッツ・フォン・ゲーリングマイク・パドーシス組を破り、後に、日本マット界を代表する、看板タッグ王座となる、インターナショナルタッグ王座を獲得している。以後、ババは、当時の世界の超一流強豪レスラーを相手に、インターヘビー級王座を守り抜き、力道山のインターヘビー級連続防衛記録も、更新し、エースとして君臨し続ける。 ワールドリーグ戦においても、通算6回の優勝を果たして、力道山の記録を更新している。馬場と共に非プロ黄金期を支えた猪木は、両者の実力の比較が、ファン、マスコミの間で取り沙汰されることが顕著となった1971年、ワールドリーグ戦の決勝戦中、インターヘビー級への挑戦を表明したが、時期焦燥として却下された。 1966年にハワイで豊登りがチョキを馬場がいる限り日本プロレスのエースにはなれないと口説いて東京プロレスに引き抜く猪木略奪事件が起こり猪木は東京プロレスに引き抜かれるものの短期で東京プロレスが内部分裂を起こしたため猪木は翌1967年5月にヒプロに復帰復帰の際にはチョキは豊登に騙されたからと 寛大な措置が取られたことから、チョキと本格的にタッグを組むようになり、1967年10月にインターナショナルタッグ王座を獲得した際に、勝利法という故障が定着した。勝利法は当時、プロレス史上最強タッグの一つと称えられ、圧倒的な勝率を誇り、インターナショナルタッグ王者チームとして、看板タッグとなった。その他、この時期に、ババが組んだ。 タッグチームとしては、坂口誠二と組んだ、東京タワーズなどがある。日本テレビ実況アナウンサーの清水一郎は、1970年頃までは、ババを、ジャイアントババ選手と、実況では故障していたが、その後は、ジャイアントババ選手と、実況するようになった。1971年、日本プロレスの経営方針やレスラーの扱いなどに、 不満を覚えていた猪木と当時の講演会長が、独自に改革案を制作し、ババも含め多くの選手が賛同し、これを幹部に突きつけ、経営陣の刷新を図ろうとしていた。同年11月30日、流れに疑問を感じていたババが、上田馬之助を捕まえて問いただしたところ、経営陣の刷新後は、ババも追い出す計画もあることを知り、ババが、 経営陣にその胸を伝えた。チョキの行動は経営のっりを狙ったクーデターとみなされ、12月13日にチョキは非プロを除名された。また、日本プロレスは長年日本テレビでのみの中継放送を行っていたが、グレート統合とルーテイズの会社がアメリカのプロレスを放送させようとネットテレビに企画を持ち込んでいたのを脅威に感じ、 1969年5月から、ネットテレビでも放送を始める。当初は、日本テレビは、ババ、坂口誠司、ネットテレビは、チョキという住み分けができていたが、その後なし崩し的に、坂口の出場試合が、ネットテレビでも放送されるようになり、さらにチョキのクーデター以降は、そのバランスが崩れることになった。日プロは、取締役会で、取締役の一人だった。 ババ自身の反対を他の取締役が押し切る形でネットテレビで放送される試合にババを出すという判断をし日本テレビを呼びスポンサーだった三菱電機に恩義を感じていたババは1972年7月29日に辞表を提出したその後も長年ネットテレビを呼び同局の後ろ身のテレビ朝日への出演は少なく裁判年の徹子の部屋 ニュースステーションなどの数本のみである。一方テレビ朝日系列局制作の番組には、探偵、ナイトスクープなどへの出演があった。1972年10月に日本テレビ、三菱電機の後押しで全日本、プロレスリング株式会社を旗揚げした。ババは全日本旗揚げに際して、非プロ時代に保持していたタイトルをすべて変換しており、全日本旗揚げ後より、 団体の看板となるシングル王座の確立のため、世界の強豪レスラーレント、全日本プロレス認定世界ヘビー級王座争奪戦を開始。合計10戦において8勝0敗に引き分けの戦績により、ババが初代王者として認定された。 なおこのシングル王座のベルトとして当初使われたのは、力道山が所有していた、インターナショナルヘビー級王座のベルトであり、全日本旗上げ時に、力道山家より、ババに寄贈されたものである。ババは、この PWF ヘビー級王座を38回連続防衛を、含んで、長期間保持し、PWF ヘビー級王座は、全日本時代のババの代名詞とも言うべき、 看板タイトルとなり、後に、インターナショナルヘビー級王座、UN ヘビー級王座とともに、全日本参観タイトルの一つとなった。創立1年強の1974年1月には、早くも、ジャック・ブリスコ、ハーリー・レース、ドリー・ファンク・ジュニアと NWA の、現、前、元王者を招平し、日本人への馬場本人や成長を著しいジャンボ、鶴田。 ザ・デストロイヤーとの組み合わせが展開された。同年12月、ジャック・ブリスコを破って、当時世界で最も権威があるとされた NWA 世界ヘビー級王座を初めて獲得する。p w f ヘビー級王座と2冠をかけたダブルタイトルマッチで勝利し初防衛を果たすも、再々戦で敗れた。1979年と1980年にも、 ハーリーレースを破って、結局、通算3回、NWA 世界ヘビー級王座を獲得したが、この時はいずれも翌週の再戦では、防衛を果たせなかった。全日本プロレス入門第1号で、一番弟子である、ジャンボ・ツルタは、ババの期待を大きく上回るほどの急成長を遂げ、ババ、ツルタの最強指定コンビは、長年にわたって、インタータッグ王座を保持し、 全日本プロレスの暮れの定番イベントとなった世界最強タッグ決定リーグ戦においても通算2回の優勝を果たした。1979年8月26日、日本武道館にて行われたプロレス夢のオールスター戦にてアントニオ猪木と一よ限りで勝利法を復活させアブドーラザブッチャー、タイガージェット新組と対戦し勝利した。 1980年4月、ザ・シークを相手に、通算3000試合目を達成。デビューから、丸20年目だった。記者から後に知らされ、最初から分かっていれば、まともな相手を選んでいたとコメント。9ヶ月後の、1981年1月には、ジャイアントババ3000試合連続出場突破記念試合を開催し、バーン、ガニアとの間で、自身の保持する。 PWF ヘビー級王座とガニアの保持する、アワー世界ヘビー級王座のダブルタイトルマッチを行う。結果は3本勝負で行われ1から1のドローで、両者王座防衛。1981年12月、世界最強タッグ決定リーグ戦の最終戦において、ブルーザーブロディアンド、ジミースヌーカー組のセコンドとして、 突如登場したスタン・ハンセンが、試合後、ドリー・ファンク・ジュニアとの乱闘を繰り広げたことから、急遽ババラが乱入し、ハンセンとの異根勃発。1982年2月に行われた、PWF ヘビー級選手権試合で、初対決、死闘を繰り広げたが、両者反則による引き分けとなった。1979年夢のオールスター戦でのチョキと、 組んでのブッチャーシン戦1980年の鶴田と組んでのファンクスとの世界最強タッグ決定リーグ戦最終戦、1981年のガニアとのダブルタイトル戦、そして1982年のハンセンとの PWF 防衛戦で4年連続でプロレス大賞のベストバウトを受賞している。1984年4月。 ハンセンブロディのハイジャックパイルドライバーで首を痛め、次の試合を欠場、デビュー以来3000試合以上続いた連続無欠場記録がストップした。1985年7月、ハンセンに敗退し、PWF ヘビー級王座から転落したのをきっかけにタイトル戦線から退いた後は、社長業やタレント業に比重を移しながらも、議定を辞任する。 ラッシャー木村や桃田光夫とファミリー軍団を結成し、悪役紹介との構想を開始し、前座で明るく楽しいプロレスを展開し、最後の試合が行われた1998年12月5日まで、リングに上がり続けた。アントニオ猪木、キ率いる新日本が、異種格闘技戦など斬新な企画を、次々と打ち出しても、馬場は年8回のシリーズと、 全国巡業という方を続けていた。生涯で通算5769試合を行った。1995年1月、元ご夫人の赤氏の実家が、阪神、淡路大震災の被害に遭い、運転手の和田恭平、専属秘書の中田竜浦と家の片付けに向かった。関西地区の被害を目の当たりにしたババは、ガスコンロや生活用品を買い集めた後、 関西地区に住んでいる全日本のファンクラブ、キングスロード会員の名簿を取り寄せ、一軒一軒へ、馬場自らが出向き、生活用品を差し入れて回ったという。1998年には、全日本の工業で募った、震災義援金を、赤市ロータリークラブに寄付し、その寄付金で、巨人軍時代のキャンプ地でもあった兵庫県立赤市、公園第一野球場がある、赤市公園内に、 阪神淡時大震災記録費を混流している。1995年3月にタワーレコード渋谷店が移転し、目ガスと明かした、際の宣伝ポスターに、上を見上げるババがモデルとして起用された。晩年巨人の OB 会へ出席した際、先輩の千葉茂に、おい、ババ。と、手招きされた際、大喜びで後ろから抱きついた。 このため馬場がおんぶされるような格好で甘えているように映るという珍しい構図になった。目上から呼び捨てにされる機会がほとんどなくなり、久しぶりのことだったのでとても嬉しかったという。亡くなる前年には、巨人阪神の OB 戦に、巨人 OB として出場。一塁にランナーとして出るの牽制でアウトになりようだはるから、馬場さん頼むよ。 と、和やかな雰囲気で試合を楽しんだという。プロレス工業では大会場での試合、地方での売り工業関係なく、入場口近くの売店の椅子に座り、グッズを購入したファンにサインを書いたり、記念撮影に応じて、フレームに収まったりしていた。馬場シゴの全日本プロレスでは、愛用だった椅子を置いている。1999年1月31日16時4分。 入院先の東京医科大学病院において、大腸癌の肝転移による、肝不全のため61歳で死去。改名は、県美玄のりまさひご大古事。墓所は、兵庫県明石市の、本庄寺。元ご夫人の意向により、外部には、馬場の病状やその生命が危ないことを、一切漏らしておらず、当時全日本の取締役に就任していたジャンボ、鶴田や三沢光春。 全日本の重鎮だった、桃田義弘や上日口にさえも知らせていなかった。馬場の最後を見取ったのは、元後名の馬場幸子、実施のほかレフェリーで運転手の和田恭平、リングアナウンサーで、専属秘書の中田龍の5人だけであった。1999年4月17日、前日に開催された99、チャンピオンカーニバル最終戦のリングが設定されたまま、 日本武道館でファン層が催され2万8000人が参列した。同年5月2日、全日本2度目の東京ドーム工業において引退記念試合と銘打ったセレモニーを行った。ハンセンを先導にかつてのライバルや名優が登場。ジャイアントババ、ザ・デストロイヤー組対ブルーノ・サン・マルチの人気ニスキ組の時間無制限一本勝負というマッチメイクで PWF 会長のロードブレアースが、立ち会い人、ジョー・ヒグチが、特別レフェリーをそれぞれ務めた。中田龍が、リングアナウンサーとして、涙声でババへの最後のコールを行うなど、セレモニーはあくまでも、試合として扱われた。ゲストからのメッセージで、キニスキーは、偉大なスポーツマン、アスリート、本物のプロフェッショナルレスラーだった。あなたと日米で戦えて、誇りに思うと。 またサンマルチノは、あなたは、体だけでなく心もジャイアントだったと称えた。パートナーのデストロイヤーは日本語で、社長、本当に、お疲れ様でしたと深々と頭を下げ、会場中の涙を誘った。追悼の銃カウントゴングが鳴らされた後、リング中央に置かれた愛用のシューズをデストロイヤーが掴んだ瞬間に、実況を担当した。 日本テレビアナウンサーの平川健太郎は、デストロイヤーが、今、ババとがっちりと握手を交わしました。共にリングを去りますババとデストロイヤーです。プロ野球、巨人軍のエースを夢見たかつての少年が、レスラーとして選んだ最後のリングは、東京ドームでしたとコメントした。2006年12月に、阪神競馬場が、リニューアルオープンし、ババが大型化された。 このリニューアル記念ポスターの一つでは、大きなババが完成したことをもじり、12.2、ジャイアントババ、登場。というコピーと、競馬場全体を踏みつけるような巨大、レスラーブーツの画像が用いられた。2014年にはレスラーを呼び、プロモーターとしての功績を称え、NWA 殿堂に迎えられた。2016年9月5日、故郷である、 新潟県三上市議会の9月定例会において、ジャイアントババを三上市名誉市民に決定する議案が、国定隼人市長より提出され、市議会本会議にて、全会一致で承認された。10月15日に三上市役所で名誉市民検証が、取り行われた。ババは生前、赤市市の、 本生寺境内にある元子夫人のジップの墓の隣に、ババ家の墓を混流してあったのだが、その事実は、長年知られておらず、かつ、当のババの遺骨は、元子が自宅に保管していて、長らく納骨されないままであったため、墓を作らないのかという声もあったとされる。元子が、自身の生前に納骨をしなかったのは、ババが墓を建てるにあたって、 一緒に墓に入ろうという約束をしていたためであった。ババの死から約19年後の2018年4月14日に、元子が死去し、その49日に合わせて、共に葬られ、二人の約束はようやく果たされることとなった。2019年2月19日には、両国国技館において、ジャイアントババ没20年追前工業王者の、 魂、アブドーラザ・ブッチャー引退記念にさらば呪術し、工業が開催された。2020年12月9日、生前ハワイで乗っていた車、キャデラックが参上市のスワデン製作所に寄贈され、展示されることが発表された。恵まれた体育を生かし、主に相手のロープの反動を利用したカウンターキックである16分キックを、はじめ、空手チョップ、買わず落とし、 ココナッツクラッシュなど、長身からの落差と重力、相手の力や体重を利用した技を得意技とした。蒸気のほか、湧き方など、寝技や、スロートクローなどの、拷問技も得意とした。また、独特なフォームのバックドロップ、足四の字固め、サイドスープレックス、スモールパッケージホールドなどの技も使っているほか、大柄な体格に見合わずトップロープからの、 フライングボディアタックなどの空中技も使用していた。晩年は流行技やライバル、弟子の得意技を真似て用いることも多く、およそババの技は、外見上何ら変わりがなくとも、冠に、ジャイアントとついて、独自の必殺技として、ファンマスコミに認識された。ジャイアントラリアット、ジャイアント DDT などはその典型例である。また、ハンセントのタッグ時のみ限定で、 16分キックとウエスタンラリアットを組み合わせたジャイアントコンビネーションも披露した。アンドレザジャイアントと組んだ時は16分からアンドレのエルボードロップ、ラッシャー木村と組んだ場合は16分と木村ラのラッシングラリアットというコンビネーションになった。また、対スタンハンセン用に開発した技に16分チョップがあり。 テレビ中継での解説でそのことは何度も取り上げられていたが実際に使われることはなく幻の技となっている。漫画プロレススターウォーズではトップロープに登った馬場が空中で一回転し遠心力を利用したかかと落としを相手の脳天に叩き込むといった破天荒な技だったが実際にはどのような技であったのかは不明。試合運びはアメリカンスタイルに則っ,ったもので 常に基本に忠実なものであった。佐藤明夫によると、チョキと異なり、ギブアップ技を持たないとされており、フィニッシュまでの流れがあって勝負がつくというのが、ババのプロレースであった。よほどのことがない限り気をてらったことはしない。ただし、不測の事態においては、いわゆるシュートと言われる技術で対応する。アメリカ武者修行時代に、フレッド・アトキンスから、 関節技のノウハウを教わっていた。ザグレート歌舞伎はババについて、試合の組み立て、運動能力、スタミナ、スピードなどすべてを兼ね備えた万能のプロレスラーであり、プロレスラーとしては、最高、猪木さんと、ババさんでは、差があったよ。ものが違ったと語っており、またシュートでも強かったと回想している。一方ビル・ロビンソンは、10回やれば9回は、 私が勝つだろうと語っている。また、上田馬之助も、親父の命令で、猪木さん、大木さんと、馬場さんが、ガチンコの友演戦をやることになったら、馬場さんがまず脱落し、猪木さんと、大木さんは、決着がつかなかった。シュートでは、猪木さん以外は私に勝てなくなっていたと、10回している。基本的におおらかな性格。小さい頃は、非常に親孝行で、 人との間に角を立てるのが本当に嫌だったという。窮地の間柄の人たちには面倒見が良かった反面、見知らぬ人には慎重で警戒心が強かった。記者他との雑談においても一人でも初顔の者がいると気づいた途端、話すのを中断したという。その裏かさゆえ、ババの試合ではババに対するヤジがいつの間にか敬語になるといった現象まで起こったという。 契約、審議に関して、契約には厳しく、ジャパンプロレスとして参戦していた、聴取力が契約途中で離脱した際に、断固たる措置を取ったことが知られる。作法に関して、食事作法や礼儀作法、服装などに厳しく、後輩や弟子たちにも、徹底的に叩き込んでいる。プロレスに関して、周波を超えた者がプロレスという発言を残した。 他団体が格闘技路線を進めていた頃の全日本プロレスのキャッチコピーみんなが格闘技に走るので私プロレスを独占させていただきますやプロレスとはプロレスであるといった発言は馬場本人のコメントではなく馬場夫妻と数十年にわたってプライベート含めて進行があったもと週刊プロレス編集長のターザン山本が考え出したものであるが ババ自身もこのコピーを気に入っていた。プロレスラーが技を一般人にかけることを非常に嫌っていた。TBS ラジオの番組にゲスト出演していた時、パーソナリティの松下健二に何かプロレス技をかけてほしいというリスナーからのファックスがあった。ババは素人さんにプロレスの技をかけることは絶対してはいけないことと語っている。ただし、 かつて、笑っていいとも、にゲスト出演した際、タモリにヘッドロックをかけたことはある。また、試合中エキサ祭として、我を忘れてしまうこともあったらしく、場外乱闘で、興奮状態になった、ババさんに技をかけられたというプロレスファンの投稿が、雑誌に載ったこともある。なお、2007年に、アサヒ飲料、ワンダの CM において、 桑田圭介に対し技を繰り出すプロレスラーとして、生前のババの映像が合成で使われた。自らのプロレス感とかけ離れたレスラーとの対戦には、消極的ではあったが、そのレスラーが人気者だった場合、プロモーターの立場として、観客動員等、工業価値を優先し、積極的に起用し続けた。アントニオ猪木からシングル対戦の要求は、たびたびあったが、 ババは最後まで応じなかった。表向きの理由は、それぞれの団体が、専属契約していた、t b 局同士のどちらが放映するのか話が、まとまらないとのことであった。相撲出身のレスラーに対してババは、相撲出身のレスラーを心よく思っていない節があった。天竜がババと二人で、喫茶店にいたとき、 その店に同じく相撲からプロレスに転向した選手が二人来たが、彼らの仕草や態度を見てババは、天竜、あの相撲登りの奴らを見てみろよ。いつまでも相撲取りみたいな態度でいて。だから相撲登りは一般社会に馴染めないんだよ、などと言い出した。ただ、同じ相撲出身者でも天竜に対してはその限りではなかった。 これは天竜が各界時代に相撲部屋の師匠が所属力士に対する生殺与奪の権利を持っていることを学んだことから馬場にわきえた態度をとっていたためでもある。学生プロレスに対して今ではかなり薄れているが以前はプロレスラーからは学生プロレスは忌むべき存在とされていた時期がありプロレスラーと学生プロレスとの交流はほぼなかったがその中で ババは学生プロレスの選手に受け身の取り方等を指導している。これはババが知人の店に立ち寄った際、その店で練習していた学生プロレスの選手を見て基礎もできていないその姿に危機感を持ち、これを放置して何か大きな事故が起きた時にプロレスそのものが批判されると考えたためで、これがきっかけとなり学生プロレスの選手に対して、 ババ本人が指導を行い、その指導方法が今でも多くの大学のプロレスサークルに伝わっている。歴史小説が好きな読書家で年間200冊以上の本を読み、柴田座三郎、柴良太郎のファンだった。巨人で同期入団だった森正明や国松明は、物静かで、いつも文学全集のような本を抱えていたと述解している。他にも、 絵画などを趣味に持つ。引退したら、ハワイで絵を描く生活がしたいと語っていたが、それが現実になることはなかった。水戸黄門の大ファンで欠かさず見ていたという。初代水戸黄門役の東野栄二郎と初めて面会した時は、直立不動の姿勢となり、思わず頭を下げてしまったと回想している。また、 面識のない中谷一郎と初めて会った時には、王、八七と声をかけ、高橋玄太郎と初めて会った際にも、八兵衛と声をかけたという。三戸公門に忍者などのキャラクターが出るようになると、突飛なことはやらない方がいい特言を提していた。東の時代のような典型的な完全超悪者を好んだ。一方で、 テレビへの出演が増える前は、水戸コ門の出演者以外の芸能人に関して知らなかったところもあった。アイドルとして人気絶頂だった松田聖子に初めて会った時、テレビは水戸コ門しか見ないから知らないと言ったという話や、羽田空港で高倉健に声をかけられた際には、高倉が誰かわからず、俳優、水戸コ門には出てねえだろと付き人に答え軽く、 あしらったといったエピソードがある。日本テレビ系、クイズ番組、クイズ世界は、商売商売、で共演していた、山城慎吾とは、兄弟と呼び合う仲であった。音楽では民謡を好み、尺八を演奏することもできた。ハワイを非常に気に入っていて、オフはよく、ハワイの別荘で過ごしていた。ハワイマット界にも関わりが深く、 全日本プロレスのタイトル認定機関である PWF 初代会長のロードブレ・アースはハワイのプロモーターであった。日本プロレス時代の人生設計では38歳で日本のプロレス界からは引退し、その後はハワイに引っ越して気楽な隠居暮らしに入るというつもりだったという。キャピトル東急ホテルを東京ヒルトン時代から上宿としていたことはよく知られており、 ババミサワ時代の全日本プロレスの記者会見は、ほとんどキャピトル東急で行われた。またババは、普段から、キャピトル東急で食事を、主にしていたほか、関東での大会終了後には必ずキャピトル東急に、向かい、深夜まで開いている、コーヒーラウンジ、折り紙で食事をしていた。お月のあだや中田、番記者のオサノ稽古らは、キャピトル東急でババから、 食事作法を学んだという。週刊ゴングの増刊号にて、キャピトル東急ホテルの建て替えによる一時閉店直前の折り紙にて、鈴木ミノルが馬場さんの味を食すという特集を組んだほど、ジャイアント馬場イコールキャピトル東急というイメージが、プロレス界では定着している。特に、この折り紙に勤務するウェイターウェイトレスは、馬場さんにおもてなしすることが、 当流門だったという。1990年の骨折入院までは健康化で、酒に強く、甘党でもあったが、このことが糖尿病の原因になった。試合中に足を骨折してしまった後は、足腰の鍛錬により先進するようになり、毎日エビスの自宅から六本木にあった、全日本本社までウォーキングするのが日課だった。若手時代は汗っかきだったが、 糖尿病を患って、以降は汗をかかない体質になってしまい、以来、サウナ好きでもあった。葉巻タバコを愛好していたが、テレビ番組の出演で親しくなった、いつみまさたかが、スキルス胃がんで入院したため、願掛けの意味から禁煙を決意。しかし結局願いは叶わずに、いつみはこの世を去り、いつみの死去以降、ババが1999年1月に死去するまで、 玉木を口にすることは二度となかった。甘いもの、特にあんこが好きだと話している。王道16分では、子供の頃に、家で、正月3日日の朝だけは、あんころ餅が食べ放題だったため、その時が待ち遠しかったと十回している。また、テレビ番組、ニュースステーションのコーナー、最後の晩餐に出演した際も、久米宏から、明日地球がなくなるとしたら、 人生最後に何が食べたいかについて聞かれ、俺が死んだら、缶桶に大福を入れとけよと言っている。大福なら何でもいいが、豆餅がいいなぁと答えている。ババが、米国で乗り継いだものと、同食、同年式のキャデラック愛車は、アメリカ武者修行時代に苦楽を共にしたサンマルチノから、大きな体に似合う車としてプレゼントされた。キャデラックで、主に、 ハワイの別荘に滞在した際に乗っていたものは1976年式キャデラックエルドラドコンパーチブル。なお、フルサイズのキャデラックエルドラドの2ドアコンパーチブル。仕様はババが乗り継いだ1976年式が最終年式である。日本国内ではリンカーンコンチネンタルマーク4等にも乗っていたが、基本的には買い替えの際にもずっと同じタイプのクリーム色のボディ。 黒い革張りの屋根という仕様のアメリカ車のフルサイズセダンを選んでいた。最後に乗っていた1998年式、キャデラック・ドゥビルは、ババの死後明けぼのに譲られた。愛称家は、砂山であったという。少年時代から辛いことがあると、気分を紛らわせるためにこの歌をよく歌っていたことを、テレビ番組に出演した際にも語っていたことがある。 不祥のためプロ野球選手を断念せざるを得なかったが、プロレスチャンピオンになって年収が3億円を超えたと、話し、給料袋が縦に立ったという。当時のプロ野球界の最高峰であった巨人の ON が年俸3000万円、4000万円などと言っていたのを、見て、おかしくて、笑いが出てしまったという逸話を晩年に語っていた。ただし、経営者として節税できたことから、 新聞で発表される、長蛇番付のババの順位は下位であった。しかし、偶然節税になっただけであるらしく、税務署から表彰されたこともある。本人のコメントによると、アメリカ時代には1試合で2万ドル稼いでいた。一本数万円の葉巻を愛用し、キャピトル東急ホテル内、折り紙で出される1個2500円のチーズバーガーを、 食べ、三沢に1個1万円のメロンを絞って作ったメロンジュースを振る舞ったり、春園田の新婚旅行の費用をポケットマネーで出すなど豪快なところもあった。所属選手のギャラそのものは新日本プロレス所属の選手より高かったが、ババが選手に谷町との個人的な付き合い、選手が勝手に TV 番組や CM に出演したり、 雑誌のインタビューを受けることを禁止していたのと、またグッズのロイヤリティは、一切選手に還元されずすべて元ご夫人が社長をしていたジャイアントサービスの利益になるようにしていたため、実際の年収は新日所属選手の方が多かった。選手に対する契約に保険や不小欠場時の給与補填などは正式な制度として行わなかったため、不小欠場による 収入保障制度は、ババの守護新社長となった、三沢光春新体制では導入する方向だったが、オーナーである元子が、ババさんの時代にはなかったとすべて拒否したため、後の三沢選手の大量離脱の要因となった。これが、いわゆるババアンチからは、ネット掲示板などで、ケチ、主戦奴と散々批判される一因となっていたが、後に負傷欠場したからといって即座に、 ギャラが支払われなくなるというわけでもなく、所属選手ならそのシリーズの試合級は全額保証、その後も一定期間は一定の割合が出たということが明らかになっている。また、谷津義明が SWS に移籍した一つの理由として、試合で怪我をしたのに治療費を出してくれなかったことを挙げたが、それに対して馬場は治療にかかった分の領収書を提出すれば、 立て替えた、分の治療費は出すと反論している。なお、その遺産は、渋谷税務署に8億7000万円と公示された。死後、永原遥は、週刊プロレスのインタビューで、猪木さんは金を使うことが好きな人、馬場さんは金を使うことを忘れた人だったと話している。力道山からは特別可愛がられた。これは馬場に、元巨人軍投手という肩書きがあったことと、 二メートルを超える身長に力道山が惚れ込んでおり、これはわしをもしのぐスターになるかもしれんと思ったからで、ある。アントニオ猪木は、いわば叩き上げであり、また従順でなかったチョキを力道山はあまり好んでいなかったとされ、ちょっとしたミスで殴られたり蹴られたりが当たり前だった中、馬場は一度も殴られたことがないというエピソードがある。また、 ババは入門当初から付き人を経験しておらず、すぐにアメリカ遠征に出され、給料も出ていたなど完全な特別扱いであった。ババ自身が、私は力道山に一度も殴られたことがないと発言していたが、それは理不尽な暴力を受けたことはないという意味で、仕事自体は過酷なものであった。自伝によると力道山から空手チョップの手ほどきを受けた際、 皮膚を鍛えるために農具を変形させたもので手を何度も思い切り叩かれたという。叩かれている間力道山にどうだ痛いかと聞かれたが痛くないといえば余計に力を加えるし痛いといえばそのうち痛くなくなると言って叩くのをやめないので黙って耐えるしかなかったと10回している。また野球上がりで腕が細かったため巡業で津軽海峡を渡る際 生官連絡船で、力道山の指示で、いつも到着するまでバーベルを持たされていた。ババは、北海道へ行くたびに、あの時のことを思い出すと語っていた。力道山には弟子に、酒の一気飲みを強要する癖もあり、ババも何度も大量に飲まされたという。1963年夏札幌市での試合を終えたババは、力道山らとの主演に付き合わされたが、 行き違いから機嫌を損ねた力道山を若手だった、ババがなだめることとなり、力道山に、ジョニクロボトル一本を一気飲みさせられ、目の前に、火花が散ったという。一息ついたババが水を飲もうとしたところ、チェーサーに差し出されたのは、ビールだったという。後に、ババ自身は、力道山のことを、人間として、何一つ良いところのない人でしたと語っており、 特別扱いを受けながらもヘキ,ヘキしていた真人をとろしている。新日本を旗揚げしてからのチョキの挑発には何度も腹渡が逃げ繰り返る思いがしたと自伝に書いているがチョキには基本的に同じ釜の飯を食った男という気持ちがあり憎しみの感情は見られなかったチョキも同様で表向きの発言と実際に ババに会う時の態度は全くと言っていいほど違っていた。なお、チョキとは全く疎遠だったというわけではなく、年に数回会っては話をしていたという。チョキの引退試合の際、ババはねぎらいの伝報を送った。しかしそれは結局読み上げられることはなかった。新日本プロレス陣営の中で、坂口誠治については、ババも非常に信頼しており、 個人的に交流もあった。特に1990年2月新日本のドーム大会では、馬場は坂口の依頼に応え団体の壁を越え全日本の選手を貸し出した。また馬場が死去した際には、坂口は真っ先に駆けつけた。本当に馬場を憎んでいたのは、上田馬之助で日本プロレスを退団した馬場と力道山の作り上げた。 日本プロレスに最後までこだわっていた上田の感情的なしこりは、非プロ崩壊後、大木金太郎らと全日本に移籍する際、上田が、仲介者の対等合併の言葉を本気にしたことと、馬場が、大木、上田ら移籍組を礼遇したことで、決定的になったという。猪木追放事件も、一般には、ョキババラによる、 クーデター計画の存在を上田が上層部に密告したことが原因とされているが、上田は近年になって、実は最初に密告したのはババであると語っており、このことも上田とババの関係悪化に大きく影響していたと思われる。ただ、竹内光介によると、上田がチョキが会社乗っ取りとババの追い落としを企んでいると、ババに話して、それをババが上層部に話したという。 ユセフトルコも辞書でのチョキの弟、猪木圭介との対談で、いや、あれを上層部に密告したのは、間違いなく、上田だよと語っており、元日本プロレスの経理部長である、三沢正和も、実際の会議で、猪木さんが、馬之助、てめえ、よくもばらしやがったなと言っていたと証言しており、真相は依然謎のままである。また、 腰中ナ郎シロウもババに対して良い感情を持っておらず、新日本プロレスに移籍した理由もババに対しての不信感にあると発言し、ザグレート歌舞伎やタイガーココもプロレスラーとしてのババは高く評価しているものの、プロモーターとしてのババに対しては、海外で活動してた頃に比べ極端に悪くなった、金銭面等での扱いに不満を持ち、最終的に他団体へ移籍する要因となっているなど、 ババに対して、不信感や、嫌悪感を持つプロレスラーも何人か存在している。プロレスのプロモーターとしても、NWA に加盟し、第一副会長までのし上がったことで、世界的に有名であった。アメリカ武者修行時代に、プロモーターの指示に絶対に逆らわなかったことや、ババ自身の人柄を買われたことで、全日本旗揚げ時に、NWA のプロモーターだった。 ドリー・ファンク・シニアや、当時ニューヨークの看板選手だったブルーノ・サン・マルチノが、協力を買って出た。そのため、国際プロレスや新日本プロレスが、日本プロレスにより、外人レスラーの昇平を妨害されたのに対し、旗揚げ当初から、昇平ルートを確立し、豪華なレスラー陣を昇平している。そのような理由から、アメリカのプロモーターに対しても影響力が強く、 淵正信がアメリカで武者修行していた際、どのエリアに行っても、現地のプロモーターが、こいつは、ババのところのボーイだから変なことをするな、とレスラーたちに警告していたので、嫌がらせやシュートを仕掛けられたことはなかったと、回想している。選手との約束を必ず守り、大物選手は、 ファーストクラスで来日させ、遠征先でも高級ホテルを準備するなど定調に扱ったことで、外国人レスラー間の評判が高かった。また移動、宿泊は、選手任せであるアメリカマット会とは、正反対に、それらも、すべて全日本、ババが責任を持ったことも、外国人レスラーの評判を高めた。アメリカ本土のプロモーターに対しても、 全日本派遣をレスラーとの交渉道具に使うことができ、また選手を全日本に派遣することで参戦レスラーの顔ぶれのリフレッシュを行うことを容易にするというメリットをもたらした。NWA 副会長に上り詰めるほどババがアメリカマット界における存在感を高めたのはこういった要因も関係している。外国人選手を丁重に扱っていたとはいえ、ズル休みなどは 大物でも、絶対できなかったという。また力が衰えてきても、かつての大物レッスラーは、それなりのポジションで来日させ続け、ブッチャーや、ドリーなどは、1990年代も回数は減った、ものの来日し続けている。NWA 副会長であり、WWWF 発足の頃すでに、大スターだったことから、ビンスマクマホンジュニアも、ババに対しては、 頭が上がらなかった。マクマホンが WWF 代表として日本マット会を参加に収めようとしていたとき、バ,バはそれを制し、日米レスリングサミット共催を実現させることで WWF の単独行動を抑えた。後に、ババはマディソンスクエアガーデンで世界王座に挑戦したときに、ほんの子供だったこんな小僧に翻弄されてたまるかと、10回している。 付き人だった大仁田敦子を特別可愛がり、一時は本気で養子縁組を考えたこともある。大仁田が馬場の付き人をしていた頃、工業に馬場の赤いパンツを持っていくのを忘れたことがあった。困った大仁田は同じ会場に赤いパンツを履く、身長2メートルの外国人選手がいたため、この選手の控え室に忍び込んで、パンツを盗んだ。 ババはそのパンツで試合に勝ったものの何か、おかしいと気づき、このパンツ俺のと大似たに聞いた。大似たは、外国人選手から借りてきましたと嘘をついたが、ババはこの嘘を即座に見破り、バカ野郎、貸すわけないだろ。と怒鳴って、張り手タイプの空手チョップを食らわせた。そして選択して、返すようにと命じ、三日間口を聞かなかったという。 その後、大仁田は今度は、ババのスーツのズボンを忘れたが、素直に謝ったところ、ババは何も言わず巡業中の約1ヶ月間、スーツの上着に赤ジャージのズボン姿で通した。大仁田は、この一件を通じ、ババさんから人間として一番大切なことを学んだと、語っている。1987年11月、南アフリカ共和国のプロレス工業でブックメーカーを、 勤めていたタイガージェットシンから選手派遣要請を受け、馬場はそれに応えて全日本から所属選手の春園田を派遣することにした。結婚したばかりの春園田にポケットマネーを提供して、試合後に新妻と新婚旅行できるようにと取り計らった。ところがパリ経由で南アフリカに向かう予定のはずが南アフリカのプロモーターの勘違いで、 台北経由になり、その台北から南アフリカに向かう飛行機が、インド洋上で、南アフリカ航空295便墜落事故を起こし、その田夫妻は、事故死することとなった。ババは、生涯、その田の派遣と、新婚旅行を進めたことを悔やんでいたという、リング上の追悼イベントで長寿を読み、号泣した。世界中のプロレス界を股にかけた。 大巨人、アンドレザジャイアントが、最後に選んだリングは、天竜一派の大量離脱で黄昏時を迎えていた、ババの全日本だった。二人がコンビを組んでいた頃、ババとアンドレが天の川で流しそうめんを食べていた、などという伝説が流れたこともある。実際二人は大変仲が良く、話し相手に困らないようにと、アンドレの若手時代からの親友であるマイティの上を、 話し相手として、同じバスに乗車させ、アンドレ3センチの外国人用移動バスの、冷蔵庫には、アンドレ好みのワインが常に置かれていたという。お笑いタレント彼の体の大きさはよく、お笑いタレントのネタにされた。ビートたけしには、巨人時代、ボールを投げようとしたら保守の森の頭を叩いてしまった。投げた後、指が、バックネットに引っかか,かりそのまま。 バックネットを引きずり倒した。投げた瞬間にキャッチャーをまたいでしまうため、野球をやめた。タクシーに乗ろうとしたら、左のドアから、右のドアに出てしまい、乗れなかった。車のサンルーフから頭を出して運転していた。飛行機に乗るときは、両手を翼の中に入れて、腹ばいになる。ゴルフも、ショートコースはパターしか使わない。カップインしたボールを取り出そうとしたら、グリーンも一緒に持ち上がった。 一緒に飛行機のファーストクラスに乗った時、前の席に座っていた、馬場さんがシートを180度倒したら俺の腹の部分に頭が乗ったなど。これらのネタは、学生時代に、ビート、たけしのオールナイト日本の熱心なリスナーであり、投稿者でもあった、消しゴム版画家で、エッセイストでもあったナンシー関が考えたとも言われる。本人も、著書の中で、 ジャイアントババの大きさについてのネタを考え出すと、いくらでも浮かぶと語っている。もごもごした喋り方や、こもった低音の性質が、モノマネのネタになりやすく、当初は、タレントなどにモノマネされることに対し不快感を示して、いたが、徐々にそういったおふざけを容認するようになり、そのキャラクターや風貌から、多くのバラエティ番組や CM に起用されることとなる。また、 全日本プロレスでの自らを主役としたギャグタッチのアニメビデオをリリースされるまでに至った。口癖のアポ・ポーもかなりの頻度でネタにされた。早くからババをモノマネのレパートリーにしていた関根勤とむには初対面の際僕はアッポーなんて言ってないよと文句を言ったが指で汗を拭い大きく息をつく動作なんですと実演してみせたところ関根に 本人公認のお墨付きを与えたというエピソードもある。また、笑っていいとも。に出演したとき、突然関根にチョップを打ち込むと、関根は起点を聞かせて、ババのモノマネで膝をついた。歌手、女優ジャイアントコーンの CM で、酒井の子と共演したが、CM 撮影時に一口かじったアイスを、スタッフが、処分しますのでと引き取ろうとしたが、ババは、 もったいないよと言って最後まで食べたというエピソードがあり、酒井は身長だけでなく、心も大きい人でしたと語っている。女優の水野組は、同郷で上京前からの友人。ババにとって、水野はマドンナで、状況ご互いに、下積み時代だった頃もババは、水野の引っ越しを手伝ったりした。シンガーソングライターの松山千春とも親交が深く、自ら出していた。 月刊誌に、ババとの対談を発表したこともある。松山は、ババの死去後、1999年8月に、チャンプネバーダイという曲を発表、ババに捧げている。アナウンサー、ラジオパーソナリティクイズ番組でも、ババの体の大きさに関するネタが使用されたことがある。酒井のりが当時使っていた、のりピーコでは、ババピーは、大きいを意味していた。 1988年に放送された第12回アメリカ横断ウルトラクイズの第4チェックポイントアラスカ鉄道で司会者の福留勲がババピーの意味に関する問題を出題回答者が汚いと陳回答をしてしまうという陳事が発生した福留はババさん怒るよと笑いこの後は当該回答者のニックネームになった伊集院光が 三遊亭楽太郎、後の六代目、三遊亭窓から来の弟子として、落語家の修行をしていた、時代、プロレス業界と交流が深い楽太郎と馬場が話をしていた時同行していた、移住員の体と足の大きさを見て、馬場は、行きつけの靴屋にオーダーメイドで靴を作らせるよう注文をして、移住員にプレゼントしたことがある。 ババも体の大きさから、なかなか自分のサイズに合った靴を見つけられなかった、経験があるがゆえに、移住員に同情したためであるという。しかしその靴屋は、ハワイにあり、当時、楽太郎の弟子でお金がなかった移住員には行けず、その靴は楽太郎が、ハワイ旅行に出かけた折に受け取ってもらった。ババは死去する、約2ヶ月前、徹子の部屋へ2週にわたり出演したが、これが、 一般視聴者へ、プロレスについての最後のメッセージの場となった。馬場は、受けの説明等を行い、この時初めてテレビで歌も歌った。また、弟子の春園田の飛行機事故死がきっかけで、飛行機が怖いとコメントしていた。また黒柳哲子へは、スクワットのやり方を教えた。黒柳は、これがきっかけで今でも毎日スクワットをしており、黒柳は、スクワットは、 ババさんの遺言と語っている。ババのキャラクター、人柄は CM やプロレス中継以外のテレビ番組を通じて幅広い人気を集めた。中でも純レギュラー出演していたクイズ世界は商売商売。では様々なチン等で視聴者の笑いを誘った。早押し問題ではボタンを押さないことで知られ何を作っているのでしょうか。クイズで。 終了5秒前にボタンを押したが、正解のボクシンググローブがほぼ完成の形で画面に映っているにもかかわらず、堂々と赤べこと答え、司会者のいつみまさたかをはじめとする出演者全員を悶絶させたこともある。いつみは、このババの発言で笑い転げ、しばらく起き上がれなかったほどであった。しかし、一方で、 自身の馴染みのある問題では VTR が始まって、数秒のうちにボタンを押し正解すると抑えた一面を披露した。特番では代表者になるもののボタンを押さず、5を煮やして、高田純二がボタンを押したこともあった。さらに、その時の正解は、トゥーシューズだったために、高田がバレリーナを真似て、正解を伝えたが、本人は、おっぱいに当てるやつと答え、 周りを悶絶させたこともあった。早押しボタンを押さないことは、週刊少年ジャンプの読者ネタにもされるほどであった。ごく稀に、いつみ、福沢などに、ババさん、お好きありますかと聞かれることがある。いつみの場合は、さらに、わかったら、押すんですよねと念押しする。それに対してババは、そうですよ。と返す。早押しボタンのすぐそばにコーヒーを置いていたため、 隣に座っていた、かわいい日に、馬場さん、こんなところにコーヒーを置いたら危ないんじゃないですかと突っ込まれていた。司会の渡辺正幸に、お吸いしないじゃないですかと突っ込まれた。放送143回目のモグラ叩き早押しクイズで、初めて早押しボタンを押した際には、スタジオ内が大騒ぎとなり、馬場自身も照れてしまい、セットの裏に隠れてしまったほどだった。 同番組の特番では、パネラー席の早押しボタンがつくかのテストが行われたが、馬場は思いっきりデスクを叩き、パネラー席を破壊してしまったことがある。山城慎吾は、スタッフと相談して、馬場さんに、内緒で、デスクボードに細工をして落ちやすくしていたが、馬場さんはそれを察していて、知らんふりして、ボードを叩き落としてくれたと語っている。番組初期の頃は、 右から3番目の回答者席に座っていたこともあったが、基本的には一番左端の席が定着しており、番組内では、馬場さんの席の通称までついた。番組中期以降は、エビス・ヨシカズと交互に、準レギュラーとして、左端の席で回答した。ラストクイズ、いっつみーの嘘つき4択では4分割の枠を書いて、 選択肢の位置に合わせて、丸をつけるといった方法で回答をすることがたびたびあり、そのまま正解することもあるが、不正解だった場合はフリップを回して、正解にしようとすることもあった。しかし、クイズ自体の回答率は悪くなく何度も売り上げ、ナンバーワンを取っており、回数も、山城慎吾、高田淳二、山瀬まみについで4位である。 一回目のトップ賞を取ったのもババであった。1993年12月15日放送時は、いつみの代理司会として、島田信介が出演していたが、信介の提案で1.2問目のみババが、代理司会を務め、信介は、ババの代わりに回答者席に座った。代理司会では、問題の答えを知らなかったり、渡辺にもらった答えが書いてあるカードを、 自分の代理で回答者席に座っている新助に見せようとするなど、茶目っ気を見せた。山城はいつみの追悼スペシャルにて、いつみが胃がんの闘病生活に入ることを告白してから、いつみの早期回復を祈って、がんをかけるために、ババは大好きなハマキを断ったエピソードも紹介し、ババの人柄を称えた。いつみが亡くなってから、 自らのトレードマークだったハマキを口にすることは、生涯なかった。番組内では、野沢直子からは、ジャイアント、野沢の公認レギュラーである、山瀬まみからは、ババちゃんと呼ばれていた。最終回スペシャルも自身の試合が終わってから、その足で、スタジオへ駆けつけ、ババの名場面特集も組まれた。ジャイアントババを象徴する、16分というワードであるが、 実際のババの足のサイズは16分ではなく、およそ34センチメートルである。これは、日本に合う靴がほとんどなかったため、アメリカ遠征の際入手した靴に、アメリカ企画の16とあるのを16分と誤認された、ことに由来する。1964年7月にネットテレビが、16分の、青春というドキュメンタリー番組を放送したことから、定着した。 一部では、16分ではなく16インチという、さらに誤った説もあった。履いていた靴下は、湿下54センチまで伸びるハイソックスの特注で、台東区の靴下博物館に保存されている馬場の、靴下を作るため特別に作られた足型は33.8センチメートルだった。209センチメートルの長身で、日本人レスラーは元より、 外人レスラーでも自分を超える身長の対戦相手がまずいないババではあるが1990年の世界最強タッグ公式戦でアンドレと組んでランドオブジャイアンツと戦った時だけはアンドレが身長2 2 3トルランドオブジャイアンツがそれぞれ身長2 1 3トルだったためババが最も身長が低いという陳現象が起きている。ババは 1975年から1978年頃の一時期髪を伸ばしていたこともある。この時パーマをかけていると言われたが実際はくせ毛なのでそう見えるだけだったという。またボボブラジル戦での頭突きの衝撃を和らげるために髪を伸ばしていたことがあった。死後、ババの体のサイズに見合う棺がなく、 葬儀には特注サイズの棺を発注することも検討されたが、時間的な問題から間に合わず、最終的に遺体は布で包んだだけの状態のまま仮葬場へ運ばれ、ダビに付された。実家は八百屋であり、プロ野球引退時には実家を告げと言われていたが拒否した。父、和ズは1968年11月に、母、三つは1971年7月に死去。 兄弟は兄一人と姉二人だが、兄は太平洋戦争の激戦地ガダルカナル島で戦死した。ジャイアンツ入団初年の明石キャンプで知り合った、講演者の娘、元ごと知り合い、文通などを繰り返した後、1971年9月にハワイで結婚式を挙げる。二回目にババを自宅に迎えた時、ババの足に入る特大のスリッパを用意していたという。 話が残っているが、実際のところは、元子の二人の姉たちが作ったものであった。長らく結婚したことは公表されず、記者会見を行ったのは1982年7月、翌1983年1月に披露宴が行われた。子供はいない。ババは巨人症であるため、それが遺伝することを恐れて、あえて子供を設けなかったとも言われているが、実際のところ、 巨人症が遺伝することはほとんどない。名の幸子は全日本プロレスで取締役を務め、もう一人の名、都子は、ババの死後に全日本を離脱した大半の選手、社員により、旗揚げされた、プロレスリングの和に経理部長として2011年に入社している。死後直後に噂の真相で、週刊プロレスの SWS バッシングキャンペーンを、 依頼していたことが暴露されていたが、2010年6月に、元週刊プロレス編集長のターザン山本が、1990年代、初頭に、ババから、多額の裏金の見返りに、週刊プロレスの編集部や紙面、さらには、読者全体を巻き込む形での、SWS バッシングキャンペーンを行うように依頼を受けたことを、暴露本で追認している。その後山本は、 実際に、天竜源一郎をはじめとするレスラーを引き抜いた SWS を、金券プロレスとレッテルを貼った上で、文字通り紙面を上げた一大バッシングを行った。旗揚げ時から、ネガティブな印象を持たれた SWS は、天竜派と反天竜派の派閥争いなどの、内部構争、北尾康二の八尾町試合発言といったスキャンダルも、重なり、 ババの狙い通り2年後に SWS は崩壊した。山本はこのバッシングキャンペーン以外にも当時の紙面作りの方向性で全日本プロレスを優遇する見返りに全日本プロレス工業のビッグマッチにおけるブックやアングルを考案する権利をババから与えられていたこともバクロ露本で告白している。ウィキメディアコモンズにはジャイアントババに関するカテゴリがあります。 ババ翔平に関するカテゴリー、ありがとうございます。